内旋という動作が多くなってくると筋バランスが崩れて肩関節怪我するんですね。基本的に胸だけ発達させたい時っていうのはまっすぐ上げた方がいいです。ただパワー落ちます。これで肩関節と骨がぶつかっちゃってやっぱり痛くなっちゃうと。こんにちは、パーソナルトレーナーのイースト村山です。今回は筋肉をでかくするために必要なとても大切な話をしていきたいと思いますので、ぜひね最後までお話聞いてください。私たちが筋肉をでかくするためにトレーニングをする上でとても重要なこと、それは怪我をしないということがねとても重要になると思います。特にこの肩の怪我ね、これで悩む方って結構多くないですかね。私自身もこの肩の怪我をしたために、もうそれこそね胸のトレーニング、背中のトレーニング、腕のトレーニング、そして肩そのもののトレーニング、全てができなくて悩んだ時期があります。でもよくよく考えてみると、その怪我っていうのはなるべくしてなってしまっていたんですね。で、なるべくしてなったっていうことはやはり必然的な理由があります。今回はなぜねその怪我をしてしまったかはもちろんなんですけども、その怪我をしてしまいやすいトレーニング、まず3つご紹介します。ただこの3つのトレーニングっていうのは私たちがね筋肥大をする上では絶対欠かせないトレーニングです。ですので、その怪我をしやすい3つのトレーニングプラス怪我をしないための予防のトレーニング方法も合わせてご紹介していきたいと思います。もうすごくね盛りだくさんな内容になると思いますので、もう絶対ね聞き逃さないでください。よろしくお願いします。ではまず肩を怪我させるトレーニングベスト3をねご紹介していきます。ベスト1ベンチプレス、ベスト2サイドレイズ、ベスト3背中のトレーニング。なぜこれらのトレーニングが肩を怪我させてしまうのか、しっかりとねご説明していきたいと思います。まずはベンチプレス。ベンチプレスで肩を痛めたことがある方って大変多くいらっしゃると思います。私自身もねベンチで肩を痛めて2年間ベンチプレスができなかったことが2回あります。で、その時っていうのはやはり総じてねフォームが悪かった。ではどのようにフォームが悪かったか、これ皆さんもしかしたら分かる方もいるかもしれません。その理由としては下ろす時に位置が高くなってしまった。これねすごくきついです。肩関節に負担をかけます。こうねやってもらえば分かるんですけども、引ききれないですよね。重さがあるから無理にいってしまった。この状態すごく怪我しやすいです。逆にこの落ちる状態っていうのは引きやすいです。これ解剖学上で言うと内旋という動作が強いか弱いかの差が出ています。ベンチプレスっていうのは胸の筋肉を鍛えるときに、例えばねこう縮めたり伸ばしたり、それはもちろん大事です。ただ解剖学上ではこの内旋という動作が入ってきます。内側に入るね。で、ベンチプレスってダンベルフライと違って常に内旋している状態なんですね。この内旋状態が強いことによって肩を痛めてしまうと。なのでこの位置よりもこの位置の方が痛めやすい。さらにプラスしてなんですけども、これはねベンチプレッサーかもしくはボディービル系の人でフォームは多少変わってくるんですけども、まあ、横向くと分かるんですね。基本的に胸だけ発達させたい時っていうのはまっすぐ上げた方がいいです。ただパワー落ちます。どうすればパワーが上がるか、上げる時の軌道で顔の方に上げていくんですね。そうすると三角筋の全部が使えます。なのでベンチプレッサーっていうのは基本的には軌道が少し上に向かって上がっていくんですね。ただこの動作もやはりね内旋を強めてしまいますので肩を痛めてしまいます。そして2つ目、サイドレイズ。まあサイドレイズって言ってもね、ただのサイドレイズはそんなに痛めないんですよ。昔よく小指を上げてサイドレイズしましょうって流行りませんでした。こうか、こうですね。これ分かりました。小指を上げるっていうのは基本的に内旋させるんですよね。内旋させてあげるとやはり同じ理由で肩を痛めてしまいます。サイドレイズって基本的に三角筋チューブ、要はこっちの幅を広げたいじゃないですか。で、三角筋チューブの作用っていうのは外転なんですね。外転っていうのは変な話こうね横に上げる動作だから内旋は関係ないんですよ。もしね肩の筋肉で内旋を意識するのであれば三角筋全部なんですよ。全部はこの屈曲っていうね上げる動作プラス内旋、この2つの動作で発達します。だからフロントレイズするときにダンベル持ってこう内側にね最後ひねる、これは専門用語で言うと内側に内旋させながら上げることによって発達します。ただねこれ肩痛い方やっていただければ分かりますけど、基本的にこれもすごく肩痛いです
ね、肩痛い方がいるとすごく痛い種目になります。ここまで来るとね、だんだん話分かってくると思うんですけれども、最後3つ目、背中のトレーニング、特にね広背筋なんですけれども、広背筋を効かせる作用としてやはりこれも内旋が入ってきます。内旋なんですよ。もうずーっと内旋つまり何が言いたいかっていうと、結局内旋という動作が多くなってくると筋バランスが崩れて肩関節怪我するんですね。で、内旋が強いと人間の体っていうのはどのようになるかっていうと、ここね、肩関節でこういうふうに上腕骨頭って言って、わかるかな、専門用語でごめんなさいね、腕のね、ここの筋肉が肩にこうくっついてるわけですよ、こうやって。で、普段安定してる時っていうのはここにね、何もぶつからずこのように動いてます。ただ内旋が強くて、例えば三角筋チューブもそうか、強いとね、上に上がっちゃうんですよね。そうするとこうぶつかっちゃう、これをね、情報変異っていうんですけども、これでインピージメントって言って、これで肩関節と骨がぶつかっちゃってやっぱり痛くなっちゃうと。これはね、棘上筋っていう筋肉が作用しています。そして同じ理由として、前にも出ちゃうんだよね。前にも普段だったらここがね、しっかり収まってて、ここの状態でこう動きたいんです。こうね、これがね、だんだん前に出てきてこっちにぶつかっちゃうんだよね。これ前方変異って言います。この2つの作用っていうのは、外旋が強くないとちゃんと安定化しないんです。もっと詳しく言うと、棘上筋っていうインナーマッスル、肩甲骨の下をくぐってね、上腕骨についてる骨なんですけども、これが弱いと上に上方変異しやすいです。そして棘下筋という筋肉が弱いと、同じような理由で今度前に行くんですよね。だからたまにこういう方の人いますよね。これはね、やはりね、もう棘下筋弱いんですよ。棘下筋も棘上筋も外旋の筋肉なんですね。私たちのトレーニングっていうのは内旋ばっかりなんです。だから外旋のトレーニングをしないことには、肩の関節が安定しなくて、やはり怪我が多くなってしまうんですよね。で、怪我をしてしまうと結果的にトレーニングができないから、どん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 筋肉が弱くなるし、当然発達もしないということなんですよね。だから皆さんにはぜひね、外旋のトレーニングをたくさんやってほしいです。たくさんっていうかね、増やしていただいて筋バランス整えてほしいです。じゃあ外旋トレーニングってどういうのがあるの。例えばですね、代表的に例で言うと、エクスターナルローテーションっていうね、種目があります。初めて聞く方もいると思うんですけども、例えばこの斜め下にね、ケーブルとかチューブを準備します。それを引っ張りながらグラケンします。要はこういう動作は外旋なんですけども、この動作ね、すごくいいですよ。こうやってね、外旋します。あともう一つおすすめなのが、吸盤プレスっていうね、種目があります。吸盤プレスはね、重量が使えるんですよ。特に棘下筋という筋肉はインナーマッスルにね、よく例えられるんですけれども、実は見えるんです。よく私たちがポージング取るときに、こうやって後ろにバックポーズ取りますよね。この時にこの肩の後ろに目みたいな筋肉ありますね。こういう目みたいな、あれが棘下筋なんですよ。で、棘下筋っていうのは、側筋繊維と恥筋繊維、どちらの割合が多いかっていうと、側筋繊維の割合が多いんですよ。つまり高重量にも反応しやすいっていうことなんですよね。で、ケーブルとかチューブだと高回数はやりやすいんですけれども、なかなかこう高重量はやりづらいと。といった時に吸盤プレスね、こうバーベルとかダンベルとかを1、2、3、4、5、6の動作、これね、やっていただくと分かりますけど、結構きついですよ。私はね、積極的に取り入れています。ただね、漫然と体でかくしようと思って、一生懸命トレーニングしすぎると、やはり怪我をしてしまう。ただ、今回のように、外旋させるための筋肉、棘上筋、棘下筋を鍛えることによって、内旋と外旋のバランスはすごく良くなります。そしてバランスが良くなった結果、怪我をしないので、筋肉がしっかり発達するということです。今回の話をまとめていきたいと思います。基本的にトレーニングは内旋の動作が多い、内旋が多いと肩の怪我がしやすい、それを改善するために外旋のトレーニングを取り入れろ、そして内旋と外旋のバランスが整うことによって怪我をしないので、結果的に筋肉がでかくなるということです。ちょっとね、専門用語多くて分かりづらい方もいたんですけれども、私自身ね、この外旋の動作取り入れたことによってすごく肩の調子良くなりました。本当ね、ここ数年間も肩痛くて、最初はエクスターナルローテーション、こういう動作やってました。これよくね、野球のリハビリとかでも見ませんか？公開する時にはこれすごくいいんですよ。だから数の多い日とか、どうもね、肩がちょっと痛いなっていう時に低負荷で公開数でやってる人におすすめしています。また公開数やリハビリとか、そういったものではなくて、積極的に棘下筋を
鍛えていきたい、発達させたいっていう時には、ぜひね、重量ちょっとつけて、吸盤プレスを行ってください。二つのトレーニングをうまく活用することによって、間違いなく肩が大きくなると思いますので、ぜひこれを取り入れて、日々のトレーニングに励んでみてください。私のこのビデオでは、トレーニング、栄養、サプリメント情報についてお話ししております。もしこの動画が楽しかった、気になった、もっと見てみたいと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。質問もね、毎回募集しております。ご質問いただいた内容は、しっかりと動画内で回答させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。また、YouTube 上で発信したい内容は、Instagram、そして Twitter で発信しております。ぜひ、こちらもいいねと、そしてフォローをお願いします。そして、私が開発している最高品質のプロテイン、ゴールデンダスト。最強の脂肪燃焼サプリメント、ビジョットゼロ。こちらは下の概要欄から購入することができますので、よかったら使ってみてください。今回もありがとうございました。